大谷を彷彿とさせる20歳、怪物を育ててしまった、巨人の3年目20歳、秋広優斗内野手が放つ連日の衝撃弾に、驚きが止まらない。試合を配信したダゾーンの公式ツイッターは、弾丸が放たれたと勝ち越しの一発を動画で公開。マジで大谷、スケールが違う。怪物を育ててしまった、大谷さんを彷彿させる、とのコメントが寄せられている。タイミング的に空振りするはずの変化球を前で拾えてしまう腕の長さに驚く。あと15キロの肉をつけろ、大谷になるぞ。秋広は球史に残る選手になるよ。俺は3年前から注目してた。巨人にしては本当に稀な育成成功選手。フェンス直撃かなと思ったらスタンドに入った。意外と伸びたな。体格こそ正義。次世代の4番候補か。格闘技もスポーツも体のデカさがあってこその努力や技術身長こそ全て、すごい選手だと思うよ。まあ結果出してるからね、ここの自称2の評価より数字の方が正しいよ。秋広はまだ20歳なのに大したことないとか言ってるやつがアホ、これから伸びしろしかない。秋広が体で隠したらそれこそ和製ジャッジになるな。中谷弟子入りしてるから来年は力つけてくるで。アンチだが珍しくまともそうなやつと思った。インタビューとかでもちゃらけてない感じだし、バッティングも器用そうだし、とても楽しみな選手。頑張れ。まだ20歳かよ。5年後が楽しみだわ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。